どうもハッシーです。30センチ水槽17日目、今回は2週半で消化サイクルが完成しました。やはりアマゾニアを使用すると完成時期が後ろへずれますね。流木には茶苔のような水カビのような何かが付着しております。流木を入れた割には発生量は少なめでした。水面には油膜が少々です。まあ気にするほどのもんでもないですね。水の透明度は良好です。エアレーションはもう必要ないので取り外しまして、早速水草を植栽していきたいと思います。まずは前景草ニューラージーパールグラス。リベンジになりますが、ストックの状態があまりよろしくなかったです。新芽だけが顔を出す深さに1本ずつ植栽していきます。匍匐させたい方向がある場合は斜めに植栽します。全体はこんな感じに植栽しました。続いてグリーンロタラ、水上用ですので新芽すらも埋めるように植栽します。改めて見直すと、もう少し深く植栽してても良かったですね。後日ソイルを上から足しました。左後景にはロタラ SP コロラタを植栽。ほんのりピンク色になる赤系のロタラですが、真っ赤になるわけではないので使用される方が少ないようにも感じます。しかし状態よく育成させればロタラは全品種が綺麗ですね。コロラタの手前にはルドウィジアインクリナータを植栽。この水草は少し育成難度が高いです。ロタラと比べますと適合する水質や栄養バランスが狭いイメージですね。状態が悪化すると下葉がボロボロになって水質をさらに悪化させるため難易度が少し高いです。中継層はこちら。今回初挑戦の水草です。育成難度が相当高いらしいです。適合する水質が厄介とかなんとか店員さんは言ってましたね。アルアナの夕焼けって名前のロタラです。全体はこんな感じです。育成難度の優しい水草を中心に難度の高い水草を2種チョイスしてみました。ではいつもの水質測定。かなり興味深い水質になっています。 pH5.5、CO2 無添加の状態でこの数値は低すぎると言えますが、その主な原因は硝酸にあります。吸着系ソイルだけで立ち上げた場合、硝酸は5ミリ程度しか検出されませんが、アマゾニアを1センチ使用しただけでこの濃度です。栄養系ソイルを使った場合の大量灌水も硝酸50ミリという数値から想像できるかと思います。硝酸が50ミリも検出されておきながら、リンが 0.25 ミリしか検出されなかったのはかなりポイント高いです。アマゾニアは窒素の塊であると見てもいいかもしれませんね。鉄は検出されませんでした。 CO2 は計算上高濃度になっていますが、 KH が測定レンジの下限なため正しい数値ではありません。実際の CO2 濃度はほぼゼロに近いと思います。全灌水しました。主に高すぎる硝酸を下げるための灌水です。翌日白濁は特になかったです。翌日の水質はこのようになりました。全灌水した割には硝酸が思いのほか減らなかったですね。あとリン酸も減らなかったです。エビを入れたかったですが、導入はもう少し待とうと思います。本日もご視聴ありがとうございました。続きが気になる方、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。